はい、ゲノムデータ解析支援センターの野口です。よろしくお願いします。我々のセンターは、昨年度までは6名で、解析支援を行ってたんですけども、昨年度、定年だったり転職で3名いなくなって、今年度スタート時点では、3人でスタートしました。で、6月と9月に、特任准教授の2人の先生が、来てくれて、現在は、こちらの5人体制で、授業を進めております。で、我々のセンターなんですけど、これまでの、データベースのセンターと違いまして、解析支援ということで、いろんな研究分野の、主に生物系の、先生方が、実験で取得されたゲノムだったり、発現している遺伝子の配列データ、どこへものをお預かりをして、我々が持っている情報解析技術で、それの解析を行うというような事業を行っております。で、背景としましては、DNA シーケンサーと呼ばれるものが、すごい、スループ度の高いものが出てきたということがありまして、これちょっと古い写真になるんですけども、左の2つの写真、シーケンサーにはそのショートリードという比較的、配列長が短い250ベースとか100ベースとか、短いけれども、大量に読むことができて、精度も高いというような、シーケンサーと、あとロングリード、非常に長く、2万塩基とか読めるんだけど、精度は、エラーはちょっと多いというような、そういう、シーケンサーがありまして、センターの発足当初なので、約8年前というのは、大体、これぐらいのスループの、シーケンサーがあったと。これでも、もう当時としては非常に、スループ度が高くて、DNA レベルで、生物の研究を行っていくという先生が増えてたんですけど、これが第3期の終わり、6年経った頃には、それぞれこれぐらいのスループまで上がってきた。で、これは、全部遺伝系のシーケンサーの写真なんですけども、遺伝系の方では、もう今年度の終わりから、こちらのショートリードの方だと、ネクストセックとか、バックバイアだとレビオっていう、また新しいシーケンサーが、導入されてて、それが稼働し始めているというような状況で、どんどん、その、ゲノムデータの、取得が容易になってきてて、より、広い分野で、適用されているというようなことで、情報解析の重要性も、高まっているというような状況がございます。で、大まかにどういった支援、我々のところで行っているかということですけど、こちらの数字は、第3期での、数字になりますけれども、ざっくり4つございまして、1つはデノム、ゲノムシーケンス。まだゲノム配列が決まっていないような生物種のゲノムを、新規に決定をする。で、DNA シーケンサーではゲノムの断片しか読まれませんので、その断片をつなぎ合わせて、長いゲノム配列を再構成するゲノムアセンブリだとか、あるいは出来上がったゲノムの、どこにどういった遺伝子があるかっていうのを注釈付けを行う、ゲノムアノテーションとか、こういった解析。あと、ゲノム再シーケンスっていうのは、ゲノム配列がもう出ているときに、こう別個体の配列を比較解析をして、例えば病気の原因の変異とかがどこにあるかを調べたりするような、そういった解析。こういったものが数としては非常に多くなってて、さらに発現している遺伝子のトランスクリプトの解析。あとメタゲノ、あ、環境中から、そこにいる微生物のゲノムを全部決めるようなメタゲノム解析。いったものを、解析し、行っています。で、第4期からじゃあどういった、課題を支援しているかということなんですが、これは昨年度の分で、昨年もお見せしましたけど、7課題、こちらの、いろんな生物種のゲノムの解析を支援を、行っている。ちょっと名前だと分かりづらいかなと、一応写真並べてみたんですけど、哺乳類からいろいろよく分からない生物種まで。非常に幅広く解析を行っている。で、中身も、新規ゲノムの決定とか、再シーケンスというものが多くなっているということが分かるかと思います。で、今回はポスター発表の方で、こちらのカリフォルニアマウス、名古屋大学コン先生の、ご研究と、
日本カモシカ、麻布大学田中先生のご研究、発表がされてますので、ぜひご覧になってください。で、これは昨年度のもので、今年度は、こちらの5件を、支援いたしております。で、まあ、やっぱり生物は多岐にわたってて、今年は、昆布とかに代表されるのが滑走類と。あと、カエルが2種類ですね。アフリカスミガエルとツチガエル。あと、マウスの解析があります。普段は、まあ、ゲノム、新規ゲノムとかが多いんですけど、今年度はどういうわけか、新規ゲノムは1件で、トランスクリプトームの解析が、残り4件というような形になってて、現在これらの解析を進めているところです。で、まあ、なかなか、ゲノム解析支援の場合は、まあ、情報解析が終わってそれで終わりってわけでもなくて、また実験での検証とかもあるので、なかなか、論文になりにくいというところはあるんですけれども、それでも着実に成果は出ていまして、これは、令和の4年度、5年度の、論文ですけれども、下半分4件が令和の4年度。で、上が、まあ、先日アクセプトされたものも含めて、やっぱり4件の論文が出ています。で、まあ、これ以外にも、今、投稿中というものが2件もございまして、まあ、着実に成果が、論文という形で、つながっていっているというような状況でございます。で、今日はせっかくなので、まあ、このアクセプトされたばかりの、源氏ボタルの研究について、簡単にですけど、ご紹介させていただきます。こちらは鹿児島大学の加藤先生の、ご依頼で、源氏ボタルの全ゲノムも、決定をしようというものです。で、まあ、源氏ボタル、まあ、よくご存知と思いますけど、まあ、源氏ボタルと平家ボタルが、まあ、日本ではメジャーな二大ホテルと、ボタルということだと思います。で、平家ボタルの方は、まあ、日本以外にも、韓国とか、シベリアの東の方とかにも生息しているということなんですけど、源氏ボタルの場合はもう完全に日本固有の、ホタルでして、北海道より南側の、まあ、日本全国に分布をしているというようなものです。で、こちらのゲノムを、ショートリードで、ゲノムを決定をいたしました。で、最終的に、出来上がったゲノムの、総塩基長というのが662メガベースということで、まあ、人の4分の1から5分の1ぐらいの大きさのものが出来上がっていると。で、スキャフォールド N50 という、まあ、これがどれだけよくつながっているかという指標で、まあ、この662メガの半分は、この48メガよりも長い配列でカバーされてますよっていうのは、まあ、この数字が大きいほどよりつながってるっていうことになるんですけど、ショートリードの場合は、まあ、数メガから10メガぐらいっていうことが多いんですけど、源氏ボタルの場合は48メガということで、非常に長く、きれいにつながったものが、出来上がりました。で、こちらのゲノム配列を使って、遺伝子のアノテーションを行いまして、表の一番上が源氏ボタルになるんですけど、遺伝子数としては約1万5000遺伝子が取りました。で、その完成度を評価するためのバスコっていうツールがあるんですけど、まあ、そちらの方で評価してみると、これのコンプリートだけ、C っていうところだけ注目してほしいんですけど、98.1%ということで、まあ、感度としては98.1%の感度が出てますよと。で、表の下の部分というのは、すでに論文になっている他のホタルの結果なんですけど、そこの数字を見てもらうと、まあ、今回の我々の、源氏ボタルのデータというのが非常に綺麗だということが分かるかと思います。で、まあ、こういうデータを使いまして、まあ、ホタルなんて、ホタルの光ですね、に関係するような遺伝子を、まあ、いろいろ調べました。で、まあ、今回はそのうちのルシフェラーゼについてお話しするんですけど、ルシフェラーゼの基地の、ルシフェラーゼとして、ルシフェラーゼ1とか2とかに遺伝子がございます。で、まあ、それと、まあ、配列上非常によく似てて、あと、ランタンという発光部位で発現しているような遺伝子というので、まあ、候補を絞りまして、まあ、今回はこの4つについて、実際に光るかどうかを調べてみたと。で、そうすると、コントロールに比べて、どの4つの遺伝子も、ルシフェラーゼ活性が、確認できるということで、光る遺伝子が、まあ、4つ見つかりましたよということです。まあ、ルシフェラーゼ1と比べると、
学校のインテンシティは非常に低いので、まあ、実際にこれが使われているかどうかという疑問なんですけども、まあ、少なくとも、その多効果性を持つような遺伝子というのが見つかっています。まあ、これはちなみにどれぐらいの波長の光を出しているかというので、ルックワンと同じで、まあ、緑の光を出していたというのが見つかりました。で、まあ、これだけだったら新しいの見つかったよというだけなんですけども、まあ、これをもうちょっと系統をしっかり調べてみると、面白いことが分かってまして、ここに基地のルック1、ルック2という遺伝子があるんですけど、これらは、全部アシリコ A 合成酵素という遺伝子が元になってできている、遺伝子なんですけど、まあ、そのうちのペロキシソームという部位で、働くようなパックスという遺伝子が元になっていると言われています。で、パックスに行くための PTS1 という、そういうモチーフを持っている。もしか、まあ、今までは見つかってなかったんですけど、今回調べたこの赤いやつっていうのは、この PTS1 を持たない遺伝子だったと。さらに、一番活性が高かったこの LLA2 っていうものに関しては、そもそもパックス由来じゃなくて、別のミトコンドリアで働く ACS 由来ということが分かってきたということで、まあ、発光遺伝子のその起源を探る上で、非常に重要な発見だというふうに考えています。で、まあ、ここまで解析支援だったんですけど、支援のためのツール開発っていうのも行ってまして、今回ポスターでは、この RNSEC のアセンブラとか、ゲノムの配列に修正のツールとかも、紹介してますので、ぜひご覧になってください。まあ、詳細は、ポスターの方でご覧いただければと思います。どちらも KMR っていう、固定長の短い配列を、使って、それのコネクショングラフを使うことで、高速に、で正確に、まあ、RNA 発現している遺伝子の配列を再構成したり、あとゲノム、汚いゲノムを、まあ、きれいに修正したり、まあ、そういうツールになっています。ポスターの方は、ツールが上の2つですね。発表6と15。で、解析支援の方の共同研究者の方の発表が、発表16と27で、それぞれ、日本カモシカと、カリフォルニアマウスの、解析を発表していますので、ぜひご覧になってください。ありがとうございました。